私はあなたを許しません。私はずっとそばにいました。看病してきました。私と私の母があなたがどんなことをしてきたか知ってます。真央ちゃんはこうも言ってましたよ。陣痛で辛い時、出産の日、ずっとこのままがいいなって、何にもしなくていいの楽だなって。勸玄君の出産には30時間以上経ったと思います。でも私は出産を経験してませんが、母はそんなに大変なんだと知りました。そんだけの扱いを受けているんだと知りました。そういう人ですもんね。妹の命なんてどうでもいいんですよね。好感度のためですよね。死んでよかったですねって言えるんですよ、家族が。お望み通り、イメージアップ、変わったね、エビゾー変わったね、変われるんだね。 YouTube はもう見られません。最初はあなたの YouTube 見ましたよ。レイカちゃんと勸玄君が見たいから、合わせてもらえないから、それしかないから見てました。あなたは病気と戦いながら、やめたいと言った治療をやめさせない中、初お目見えの記者会見の時に、どんな思いで真央ちゃんが勸玄君に対してえいえいおほって言ったと思いますか。もう気安く使わないでください。見るたびに吐き気を催します。本当にもう使わないで。私が結婚して発表した後すぐ記者が集まってきたから迷惑だ、できんってエカちゃんと勸玄君と合わせない。何ヶ月も続きましたよ。でもその間私は何て言われていたと思いますか。結婚したらマヤさんって変わるんですね。エカちゃんと勸玄君のことはどうでもいいんですか。アキラ君とばっかりですね。非常ですね。最低ですね。ヘビゾウさん一人で大変だと思わないんですか。まあ数々いただきましたよ、あなたのファンからね。私はヘビゾウを応援してますってみんな書いてありましたわ。違いますよ、ヘビゾウが合わせなかったんです。でも私はそんなこと言いませんでしたよ。だってあまりにも変じゃないですか。私の母がそこにいましたよ。ヘビゾウの家にいましたよ。自分だけ怒ってればいいじゃないですか。レイカと勸玄には合わせてくださいよ。でも後に分かりました、あ、これ戦略なんだなって、次は私かって、どうしよう殺されちゃうかもって、イメージアップの好感度に使われちゃうかもって、真央ちゃんのようにどうしようって怖いよって思いました。的中ですわ。一人で頑張ってて偉いですね。子育てされるなんて偉いですね。真央さんは結婚しちゃって全然面倒見てくれませんけど、海老蔵さん頑張ってくださいね。おめでとうございます。私の母が子育てしてるのに、その後アキラくんが宇宙ヨガとかなんとか書かれて怪しい人物扱いされました。ああ、マヤさんがあの標準治療じゃないのを選んだんだ。マヤさんだったんだ。マヤさんが真央ちゃんの命を奪ったんだ。あなたが死ねばよかったのに、あなたが妹の代わりに亡くなればよかったのに、あなたが癌になればよかったのに。小林姉妹ってバカなんですね。妹を亡くしてるのにまた変な男と結婚ですか。詐欺師と結婚してどうなってるんですか。頭悪い。まあ数々来ましたよ。私じゃございません、エビゾーです。選んだのはちょうどいいと思ったんでしょうかね。真央が選んだ、真央が続けた。いや、マヤちゃんってそういう子だからさ、だからああいう人と結婚してさ、いや困ったよねなんて言ってたんじゃないでしょうか。そうこうしているうちに、私が姪と甥と会えていないという記事が出ました。なぜなら変な男と結婚したからですと書かれていました。宇宙ヨガで違います、結婚直後から会わせてもらってません。でもちょうどいいと思ってましたよね。マヤさんは洗脳された、自分一人で頑張ってるいいパパ、マヤさんが洗脳されている中子供たちに会わせないなんて、そんなことを考えられるなんて素敵。一方私はあんなに愛していた姪っ子甥っ子に会わせてもらえないなんて、よっぽど旦那さん危険なんだね。海老蔵さんがそういう選択をしているということはマヤさん洗脳されているんだね。ご満足でしょうか。それでも耐えました。なぜなら会いたいから、レイカちゃんと勸玄君に愛してるから。会いたい会いたいと結婚後それはそれは泣いてしまいました。そしてアキラ君から言われました。レイカちゃんと勸玄君と自由に会えるために離婚しようって。そして私たちは去年4月離婚いたしました。その後の経緯は YouTube でもお話ししています。今日も女性と撮られてましたね。私には全く関係ありません。女遊びしようが何でも OK です。でももっともっとたくさんあるって聞いてますよ。気をつけてくださいね。本当は直接教えてあげたかったですよ。でも話す時間取ってくれないじゃないですか。危ないですよって、ちゃんとしっかり遊んでくださいってお伝えしてあげたかったです。こんな目に遭ってても久しぶりの女性の週刊誌に出て、それで嫌悪感を持った
ファンの方も多いんじゃないでしょうか。一人を一途に愛してるならまだいいものの、複数の女性と会ってそれが別にいいよっていう人もいると思いますけど、嫌だなって思う人もいたんじゃないでしょうか。それでその後、お帰りだなんて勝手に人のプライベートのこと晒して、どうでしたか？気分良かったですか？褒められて気分良かったですか？何にも心配してないのに。心配してたら2021年までどれだけできたんですか？っていうか合わせてくれてもいいですよね。っていうか洗脳されてないし。あなたは何をしたいんですか？私を使って何をしたいんですか？今回もそうですね、おいっ子くんの誕生日に呼ばれないということは相当マヤさん洗脳されてるんだな、相当危険なんだなってみんな思ったんじゃないですかね。そういう選択を選んだんですよね。だからもうこれ以上傷つけられたくない。あなたが一言言ってくれればこんなことにならなかった。でも戦略通りですもんね。でもそんなに甘くないですよ。私言わないと思いました。妹のこと、妹はすごいなって思いました。こんなことがあり得ることを想定してたんだって。私は許しません。そんなことができる父親のもとで真央ちゃんの子供がいるなんてゾッとします。でもしょうがないですよ、父親ですから。ですからせめて私が会える時は妹の話をし、妹の愛を注いできたかった。ほんの少しでも安らいでほしかった。あなたは妹の余地を粗末に扱い、自分の仕事のために使い、あなたが奪ったんですよ。あなたが奪ったんですよ。反省してるなら、こんなことはできないと思う。まだまだ話したいことはありますが、今回はこれで失礼いたします。